皆さんこんにちは、こんばんは、ゴッティバルミートチャンネルです。はい。えー、全日本総合の、えー、ダブルスの予選の、こう、注目選手について語っていきたいと思います。はい。全日本総合の予選から見に行く人いると思うんですけど、あの、予選誰見ていいかわかんないっていう人多いと思うんで、今からゴッティが、 こう上げる選手たち見れば面白い試合間違いなしだと思うんでこの動画を参考に見てもらえたらなと思いますまあダンダブはあのホキコバが危険になったんであの高野宮島が繰り上げになるんですけどまあ予選も高野宮島いなくても結構面白い試合いっぱいあると思ってますまあその一つ目なんですけど まあ一つ目は野田選手、中島選手のダブルスですかね、まあ、ゴッティはここがまあ勝ち上がると思ってるんですけど、まあ、今回はあの予選、誰が勝ち上がるかとかあんま言わないんですけど、まあ、中島選手め、はまったらめちゃくちゃ強いし、こう面白い試合するんで、絶対みんな見た方がいいと思います。まあ 多少荒削りな部分あって、まあ、ミスとかも多かったりするんですけどそれでもなんか結構花があるしハマったら本当に面白い試合というかかっこいいプレー見せてくれるんでマジまず見て間違いなしかなと思ってます。はいまあ、ゴッティあんまりここうういうこといとて 来なかったんですけど動画内で、中島選手、相当ポテンシャル高いんで、俺はその渡辺雄太と中島く選手が組んだら、金子太ー,ー食っちゃうんじゃないかなとか思っちゃいましたそれぐらい結構評価してますね、あの課題評価とか言われそうですけど、まあでも、本当に彼は強いと思うんで、野田、中島、ぜひ注目してみてください。はい はい、続いて注目選手たちは井上選手、川辺選手、えー、これ日立情報通信エンジニアリングのペアですね、はいえー、と井上、川辺高卒1年目ですね、えー、その子たちがどれぐらいやれるか楽しみですよね高校時代のプレー見たらすんごい攻撃力があるなっていうふうに思いました高身長でまあでもやっぱり高校生 だったんでミス多いし荒削りな部分あるなって思うんですけどそれが社会人になってこうどう改善されてるのかとかえゴッティがもし全日本総合行くならこう注目したいなと思ってますえこの2人は本当に高身長でえと攻撃力あるんであもう見ててすごい面白いと思いますぜひ注目してほしいと思いますえここのブロックはどれも面白い試合すると思うんですけど まあゴッティがその特に注目してほしいなって思うのは小川、さんのジェイク・テクトペアと佐藤、吉田の日体ペアなんですけどいやここは間違いなく面白いと思いますね、吉田選手、佐藤選手大学でもうすごい実力高いですし小川、佐野もまあ小川選手がシングルスメインで今やってるのかな、で佐野選手もミックスかな、なんですけどまあ大学時代組んでたっていうのもあって、多分 ダブルスこうやっても絶対強いんでそんなレベル高いもん同士がここ一発目で当たるっていうのがすごい面白いんでぜひ注目してほしいと思いますはい続いてこのブロックはですね JTEC との野田アイザーペアとトヨタ通称の吉村滝口ペアに注目してほしいかなと思いますえっ、ー、とそうですね野田愛澤は高身長でんもう 野田,選手じゃね、野田選手のまスマッシュがめちゃくちゃ速いんですよねまず,まずそのス,スマッシュの速度マジ体感してほしいですし相澤選手も全員うまいし、まあ、その身長でかいんであの捕まえてるところとかもすごい迫力あると思うんでぜひ見てほしいですしで吉村滝口は、えー、ゴッティはその生で見たことないんですけど SJ リーグでこう何でしょう 小川斎藤かな相手にすごい前線してたっていうか、ファイナル18、17で勝てたんかなもうそんぐらい追い詰める実力があるんで、もう強いこと間違いなしなんで、あまあこの二人、二つのペア見てほしいですね、このブロックでは。まああと、まあ、強いてあげるなら、えっ、ー、と、双葉未来学園中学の宮下、増田、えっ、ー、と、多分、その、中学生でこんなに上手いんだっていうふうに感じると思うんで、 まず中学生って思いながら見たらすごい面白いんじゃないかなと思いますはい、えー、続いてこのブロックですねえっ、ー、とゴッティが注目してるのは櫻井源ですかね法政大学のあのインハイ優勝者ってことでどれぐらいその1年で仕上がってんだろうっていうのを見たいですし あと相手が山沢、本田でこれ富岡高校出身の強いペアだと思うんでこうこ,こに勝てんのかちょっと見ものですよねまあでも桜井選手シングルスでやってたのかなあのはい大学入ってからえだからダブルスうまく成長してるのか分かんないですけどまあそこも含めて見たいですよね。てかてか法政大学あれなんですねあの サンペアも予選に出てるんですね。法政大学ダブルス強いですね。てか、法政大学の、その、ダブルスのイメージと言ったら、あの、獅子頭高柳。あ、違うか。江頭高柳ですね。獅子頭って、ハゲはいいのの、あの、M1 に出てたやつですね。あの、敗者復活戦めっちゃ面白かったんですけど、あ、でも、テレビでもめっちゃ面白かったんですけど、あ、ちょっと脱線しちゃいましたね。えっ、ー、と、江頭高柳が結構イメージ強かったんで、そこが予選出てなかったのは意外ですね。 か法政がここ固まってるってその法政の人たちのこの引きがいいのか悪いのかどうなんですかねその本戦かかってる試合が同行対決とかだったらどうなんですかね本人たちは結構よっしゃって思うのかうわ同行対決かよって思うのかどうなんですかねてか最初見た時法政大学がうわ2つ固まってんじゃんと思って驚いたんですよねブブブってあブ,ブブってバルブレイブでしたねすみませんジェジェジェですね じじじって驚いたんですけどもしかしたらメトロとコンサが上がってきてこう社会人対決になるかもしれないですねもしかしたら法政大学同士じゃないかもしれないですねまあってことで、えー、結構話長くなっちゃったんですけどあの櫻井選手と源選手法政大学のペアに注目してほしいと思います、えー、続いてのブロックは注目してほしいペアは 渡辺選手、大島選手の JR 北海道ペアですね、はい。このブロックはこのペアに注目していただきたらなと思います、はい。続いて最後のブロックになります。えー、ここで注目してほしいペアは西川二兵の NTT 東日本ペアですね、はい。ここに注目してほしいなと思います。まあ、注目ポインンンントトはは西川選手の,そのセンスああれるバドミントンとあとは 西川選手のレシーブの硬さあとは二瓶選手のスマッシュの角度とか前衛のタッチの柔らかさとかですかねはいあの予選の中ではぶっちぎりの実力者だと思うんで、まあ、予選で一番ここの西川二瓶のダブルスに注目していただけたらめちゃくちゃ面白いし心躍るんじゃないかなと思ってます。はい はい、えー、予選のダブルスの,その注目選手だったり注目ポイントについて語っていきましたあの明日、えー、現地で見る人は、えー、ゴッティの動画ちゃんと見てあのしっかり注目してほしいなと思います、はい、今回、ゴッティが語った注目選手たちは絶対面白い試合をしてくれるので見て間違いないと思います。心躍ると思います、はい、なので しっかり高評価ボタンとチャンネル登録ボタンを押してしっかり現地に行ってほしいなと思います。Twitter と Instagram をやってます。今回も見に来てくれて本当にありがとうございました。それでは See you next time!